先週開かれた核兵器禁止条約の初めての締約国会議にはオブザーバーを含め83の国と地域が参加しましたが、日本は参加を見送りました。被爆国でありながらそれはなぜなのか。被爆地広島を拠点に政府の参加を求め続ける若者たちを取材しました。お久しぶりです。お疲れ様です。先週火曜日の夜、広島を拠点に核兵器廃絶を訴える若者の団体、核若広島が開いた集会。締約国会議の会場と広島をつなぎ、現地に入ったメンバーが会議の様子を報告しました。静かに行きます。国会入り口で会場です。すごい、なんか嬉しい、これ見れるの。割とズームで映してもいいような。許されるな。結構会議中もみんな出入りしてるし、こんな感じでいろんな人がもう休憩しながらね、やってるし。I see no objection. It is so decided.初めて開かれた核兵器禁止条約の締約国会議。核兵器廃絶を目指す政治宣言と具体的な施策をまとめた行動計画などを全会一致で採択し閉幕しました。オブザーバーを含めた83の国と地域が参加する一方で、被爆国の日本政府は参加を見送りました。核若広島の共同代表を務める田中美穂さんです。メンバーは核兵器禁止条約参加について地元選出の国会議員に考えを聞いてきました。そして4月、政府のオブザーバー参加を求める請願書を国会に提出しました。もっと直接的に首相に、オブザーバー参加してほしいだったり、もっと核廃絶の道を日本から示してほしい。この日、核若広島に一通のメールが届きました。請願書を提出した外務委員会での採択の結果でした。もう始める時からこの採択されるっていうのは厳しいとは言われていたので、まあ、それは覚悟はしていたんですけれども、やっぱりこうやって採択っていうふうに見るとやっぱり残念だなと思いますね。その頃、岸田総理が官邸で記者会見に臨んでいました。閉幕閉会いたしました。今年の核禁条約については出席を考えていない。核保有国と非保有国の橋渡し役を公言してきた被爆地選出の総理。しかし、核保有国が参加していないとして出した結論は締約国会議の不参加でした。本当は条約に入ってほしいところですけど、それではなく一歩手前のお願いになっていて、でもそれも今受け入れられないということを突きつけられていて、オブザーバー参加っていうのはその日まで直接その場に行けば、政府代表は参加できるということなので、私は最後まで諦めず求めようと思って。3日後、田中さんは平和公園にいました。政府にオブザーバー参加を求める緊急の署名を集めるためです。インターネット上では4日間で2万人を超える署名が集まりました。核若広島のもう一人の共同代表、高橋裕太さんです。福山市出身で東京の大学に通いながら核廃絶の活動に携わります。被爆者の証言を支援するためウィーン入りしました。開幕の前日、
他の会議に出席していた外務省の職員のもとに署名を携えて駆け寄ります。核兵器を核軍縮に関与するように努力する必要がある。核兵器保有国を関与させる努力の中にオブザーバー参加は含まれないんですかね。それはごめんなさい、それはどういう意味ですか。いや、つまり保有国に働きかける彼らが加わるっていうことがですね、非常に今重要だというふうにおっしゃいましたけれども、でそのためにオブザーバー参加をするということはできないんですか。各地として、ね、核兵器禁止条約っていうのは核兵器廃絶を想定したわけですね、うん、でも現在入ってないわけですよ。そうすると日本はいつちょっとごめんなさい、一旦ちょっとあまり他のメディアとの関係、公平性があるので、一旦これ切らせてもらっていいですか。わかりました。外務省の職員から納得のいく回答を得ることはできません。だってオブザーバー参加でしょ。オブザーバー参加すらできないんですよ。いや、それは橋渡しって意味ないですよ本当に。重要なことはその保有国云々ではなくて日本が意思決定するかどうかなんじゃないんでしょうかね。共同代表の田中さんは日本政府のいない締約国会議を広島から見守ります。誰が参加しようが参加しまいが世界は核廃絶に向かって進んでいくっていうふうに見えたところはすごく嬉しいなというふうにその部分は思います。でもやっぱりそこに日本にいてほしいっていうのがやっぱり私たち日本人の思いだと思うので、私たちがもっと具体的に動いていかないといけないんだなっていうふうに思いました。世界で唯一の被爆国不在で終わった核兵器禁止条約の初めての会議。広島から日本の果たす役割を求め続ける若者たちの声が届くのはいつになるのでしょうか。